こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。電磁の残量が少ないのでさっさと終わらせます。サムネイルはロースハム 350g とキャベツの外は4枚です。ロースハム 350g とキャベツの外は4枚を蒸し焼きにしてます。で、卵焼き LL 4個分です。白ご飯、今日はこんな感じですね。はい、肝心の体重を測っていきましょう。これが何キロかが大きく大きく影響していきますね。減っていくはずが際して減ってないと、むしろ徐々に増えてる感じですね。まあ、腸の張り方、便の残り方によってまあ違うんでしょうけどね。体重 55.7、300g 減ってます。体重 55.7、 体脂肪率 12.7、 体重 55.7、 300g 減ってますね。体脂肪率 12.7、 基礎代謝1309、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5 です。はい、電磁の残量が少ないのでサクサクといきます。もう一度サムネイルにするロースハム 350g とキャベツ外葉4枚、卵焼き LL4 個、白ご飯でレモン水です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。